き誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはホンダ CBR600WR スペシャルエディションのご紹介となります。こちらね、外装がね、コニカミノルタということで、スペシャルエディション、非常にですね、PC40 型ということでですね、今でも皆さんから支持をいただいている車両となります。非常にコンディションのいい車両です。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずフロント前ですね。CBR といえばですね、二眼のヘッドランプですね、大きな、ね、レンズ割れ、そして、ね、アッパーカールの、ね、大きな、ね、塗装剥がれ、そういったものもございません。そして、ね、スクリーンですね、こちらも転倒による、ね、大きな割れ、そういったものももちろんございませんね。ミラーステなんかもね、サビ腐食、そういったものも、ね、ございません。非常にコンディションいいですね。はい、そしてね、フロントのフェンダーです。はい、こちらもね、コニカミノルタカラーです。大きな、ね、割れ、塗装剥がれ、そういったものももちろんございませんね。はい、そしてね、ホイールです。こちらね、スペシャルエディションの、ね、ブルーのホイールとなります。大きなガリ傷曲がりね、もちろんございません。そしてね、ブレーキはダブルディスクとなりまして、キャリパーですね、トキコのゴールドキャリパーとなります。はい、そしてね、サイドもあってカウルです。はい、こちらもですね、綺麗なカウルとなりますね。大きなね、傷、転倒による、ね、カウル割れ、そういったものもちろんございません。はい、そしてね、フレームですね、こちらもね、大きな点サビ、白サビ、そういったもの出ておりません。エンジンね、クランクケース、こちらも転倒による、ね、大きなケース割れ、そういったものもちろんございません。はい、そしてステップです。オリジナルのステップとなります。転倒による、ね、こちらも削れや曲がりね、そういったものももちろんございません。はい、ではね、リア締まりです。フロント同様ね、ブルーのホイールとなります。大きなね、ガリ傷曲がりございません。スイングアームね、こちらもシルバーのスイングアームとなりますがね、転倒による傷などもちろんございませんね。はい、ではね、リア回りです。はい、CBR ね、といえばまずセンターアップマフラーです。はい、オリジナルマフラー採用となります。その後のちょうどご紹介します。はい、そしてですね、リアフェンダー付きオリジナル状態キープとなりますね。はい、そしてシートです。大きな破れ切れもちろんございませんね。はい、そしてタンクです。はい、こちらね、転倒による大きな、ね、へっこみ傷ね、こちらもございませんね。とても、コンディションがいい状態となります。はい、タンク内です。はい、こちらも大きなサビ腐食ね、出ておりません。はい、それではね、エンジン始動いきたいと思います。はい、出上がってます。はい、問題ありません。爆弾です。でしたでしょうか。スーパースポーツミドルではですね、こちらの車両の、カウルとピアシ、そしてね、マチロリサーキット、オールマイティな車両になります。ぜひお探しの方、お問い合わせをお待ちしております。